ガクンと下がり2万あの家庭教師みたいなところとか、はいはい、A 判定取っただけでもクルクルだったんじゃないですかもう。まだすごい明るい、めちゃめちゃ明るくなっちゃった。大丈夫ですか。ちょっと明るさを下げます。はい、めちゃめちゃ暗くなった音にしたら、マニュアル、うん、すいません、照明が上にあるからこれ。はい、田橋さんにありがとうございます。お見せいただきまして ありがとうございます。田橋さんの食事風景を、はい、自分で作って自分で食べるというさっき一応森田先生に、はい、僕に出してもらったんですけど、ちょっとお昼食べられた後ということで、ね、本当はフランチャイズにできるぐらいのね味なんですけど残念。いけますか IH で作ったチャーハン。 IH で作ったチャーハン、ね、今配信でよく食べてますもんね。そうですね、節約納豆食ってたりしてます。森田先生たまに見てくれてありがとうございます。配信してるのは見ることが結構あるんで、はい、編集しながら横置いてあって、で誰かが配信始まったらなんかこう出るんで、あ、田橋さん始まったとか通知来ますよね。小場翔さん始まったとか普通にお腹空いてたからめちゃくちゃ食っちゃってて。どうですか調子は。そうですね、やっぱり一応動画とかもたくさん上げるようにしてたんで、はい、ペースがやっとつかめてきたかなっていう。なるほど、はい、YouTuber アドバイスをそうだちゃんとしなきゃと思って前もしてもらったんですけど、はい、うまく活かしてないところがあるので、ね、またお願いします。収益がどうだったんでしたっけ、はい、なんかものすごい下がったってね。あ、そうですね、5月6月とかなり、4月もその、うん、予定したよりも3月がなんか高い。そうですね、3月は広告の単価が高いですね、はい、やっぱり年度末なんで余った経費を使おうっていう時に、はい、そうですね、まあ、いわゆる広告っていうのは競売制なんで、うん、オークションと同じシステムなんで、買います買います買いますってくればどん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 高くなってくんで、枠がなんで広告を出す人が多くなれば多くなるほど値段が高くなってくるので、はいはい、そういうことだったんです。なんで大企業が結構出すので使っちゃわないといけないんで、経費使わないとね次の年度その費用できないんで、はいはい、一番使いやすいのは広告費。ただそれ裏もあって一番削りやすいのも広告費なんで。なるほど。なので我々不景気になればなるほど、じゃあ結構景気のあれを受けやすいんですね YouTuber 以外と。景気も受けやすいっていうのがあるんで大変です。今コロナでこの間ねビジネス街ちょっと行ったんですけど、はい、ほぼ潰れてたりとか。え、そうなんですか。もう飲食いわゆるビジネスの人たち向けの飲食店全部潰れてたりとか、はい、厳しいやあったって、まあ、そういう不景気の煽りも受けちゃったりするのがこの仕事なので。そうですね、全く分からずに僕だけ考えてたんで、はい、3月小松菜はずっと小松菜でしたっけ。小松菜です、ずっと歯に引っかかって大変申し訳ない、はい、あ、食べててください、食べてて、はい、じゃあ3月的にだったら、あ、これだったらまあ生活できるなと思ってたかなと思ってたんですけど、はい、4月になったらガクンと下がり、はい、どれぐらいなんですか大体で。まあ、大体だったね、全然言って全然動画で言ってます。そうそう、6万ぐらいです。そうですね、6万ぐらいで、はい、で、5月が面白かったですけど、5月が2万そうなんですよ、2万円じゃ暮らせないですから無理なんで、なんとかしなきゃいけないっていうので、はい、で、さっき言ったのはそう12時間配信もレギュラーになった時に、はい、やっちまったなって思いそんなやるもんじゃないっていう。そうです、イベント的にやるから盛り上がる。一回やったじゃないですか、あ、森出先生のところでやったので、そうそうそう、あ、意外と12時間配信でもできるなと思って、うん、そう、レギュラー化しちゃった時に、はい、あ、いたって思いました僕そういうもったいないって思って、だから何ヶ月かに1回とかでやればいいのにっていう風に。あ、そうなんですね。そしたらイベント感出るじゃないですか、はい、あ、そういうの大事なんで。なるほど、同じものがずっと続いてしまうとやっぱそれは新鮮さがなくなってしまうっていうので YouTube 厳しいんですよ。しかも12時間配信って、はい、労力めっちゃあるじゃないですか12時間っていう。いや12時間他のことは何もできない。それはまあ勉強としてはいいかもしれないですけど、はい、YouTube 的にはすごいイベントごとに使う労力を普段に使っちゃってるっていう感じでいろいろ考えなきゃいけないわけですもんね、普段だったら。もったいなかったなと思って、いわゆる味変を、あの、はい、チャーハンでも味変が必要なのと同じように同じのばっかり食べちゃってるのが良くないですかね。その12時間の内容とかも味変していかなきゃいけないでしょうし、それは大変だなと思って、まあ、一応味変していけるようにもしかしたらマンネリの同じ味を提供してしまう回もあるかもしれないですけど、だ僕だったら12時間じゃない、もうちょっと短いのでいろんなバリエーションをやった方が、確かにやってて、で何ヶ月かに1回12時間ってやるとそうですね、イベント的に盛り上がるかなと12時間はもう拘束された、もうこれ以上だって頑張ってる姿出せないじゃないですか今日やってますっていうのが毎回、はい、限界値、12時間がもう限界値ですから、ね、
動画を出せる配信で残んなくなっちゃうんでね携帯が1個しかないんで、はい、できないんですけど、いろんな端末でやるみたいなこと考えたんです。そういうのもありなんですかね。いわゆるスイッチャーとかつないで、あそうか、そういうのが必要になってくる。でずっと放送してて12時間だって、私は携帯使えないわけですもんね。そうですね、12時間携帯使えないです。メッセージ来ても結構無視して気づいてないみたいになっちゃってるんで、はい、まあ、なんかいろいろねやり方を考えないといけないなって。ありましょう。僕はでも企画とかやっていかないんですか、はい、いろいろ。いやまあ勉強メインではあるんで、うん、なかなか僕企画力もないので。なるほど。いや大変じゃないですか、生活。まあ6万じゃ無理ですからね。でもいろいろ本当に、まあ、ありがたい話でスーパーチャットとかいただいたりとか、はい、まあ、今後いろいろ考えていることを、まあ、もう発表しているかもしれないですけど。そうですね、この時期どうなってるか分かんない。ちょっとやらせていただきたいこともあるので、はい。殴られ屋でしたっけいやもう覚えたこととか忘れ、まあ、あれはそもそもスキルがある人がいるじゃないですか。殴らないように避けたじゃないですか、はいはいはい、僕殴られるだけになって、しかも受験でそんなことやってたら勉強どころじゃないですよ。覚えたの衝撃で忘れてパンチのランカーみたいな状態で受験迎えることになっちゃいますね。ドラゴン桜みたいな本番でも手が、はい、殴られ屋はやらないです。あ、殴られ屋じゃなかった。話題性はあるかもしれないですけどね、東大受験殴られ屋で急な路線変更みんなやめろやめろってやれやれってなるかな。うん、TikToker になるんでしたっけ。 TikToker までは行かないですけど、まあ、TikTok もやってますし、あとインスタでこれからつけていきたいと思ってるので。なるほど。その様子を日記みたいな形で。それは発表それは言ってます。別に。あ、もう言ってるんですね。普通に上げてますんで、はい、よろしければ見てください。需要誰に誰にあるのかはちょっと分かんないですけど、僕は個人的に筋肉をつけたいなと思っているので、もしかしたらその東大受験本番の時はもう、はい、ムキムキな状態で仕上がった状態で。ナイス。飯田の影響受けてるみたいな。ちょっと、まあ、受けてるかもしれないですねやっぱなんかでも受験勉強をやり始めると筋トレやりたくなるみたいな。そうなんですね。人は多分結構いると思うんで、ぜひそういう方は一緒にムキムキの状態で受験を受けるっていう、はい、分かんないですよ。その栄養なくてガリガリになってくかもしれないです食べるもの買えないって。無駄な筋トレばっかりになっちゃうんですね。食べなきゃ筋肉つかないですから、うん、家賃もありますから大変だと思うんでね、はい、そうですね。考えないといけないんで、プロテインのスポンサーさんとか。ああなるほど誰に需要っていうね、誰見るのみたいな考えてやらなきゃいけないと思ってます、うん、バイトしたら元も子もないじゃんみたいなね、はい、コメントとかも来てましたしね、うん、まあ、せっかく受かれるかもしれないのに。でもバイトもうまいことやれば、なしではないという気もしますけど、そうやってる方もまあいらっしゃいますし、なんかね勉強系のバイトがね、はい、できればいいなと。あ、でもそういったのをちょっと今後やっていく予定ではありますんで、うん、あ、もう明日発表です。あ、これどんな感じでやるんですか。まあ、家庭教師みたいな、はいはい、ところとか。うんうん、田橋さんが家に行くんですか。いや、まあ、ネットとかになるんですけど、はい、オンライン限定で、得意科目に限ってだったらできるかなと。わー、はい、高橋さんがついに教える側に、はい、教える側になるわけですね、はい、1回の授業料が5万円ぐらいでしょ。その辺はそんな高くないですけど、まあ、サイトの方、経典塾さんの方で発表されてると思うんで、はい、サイトの方で見ていただけたらと思います、はい、そちら、何でしたっけ、田橋のスルピカ講義でしたっけ。いや、すいません、うまいことお返しできなくて、もうね、芸人からも離れて、勉強ばかりしてるので、許していただきたいですけれども、はい、つるぴか励まる。ちょっとね、髪の方もちょっと、最近指摘されることも多くなってきたんで。あ、そうなんですか。はい。あんまりね、自分で言うとなんか、悲しいから言ってないんですけど、はい、よくコメントとかでもたまにね、はい、こう、やっぱ勉強向いてるしてると、はいはい、下向いてる時が多いじゃないですか。はいはいはい、ちょっとね、コメントって言われるんですね。はい。あんまりやっぱ言わないでほしいですね。言うとやっぱ気にしてより悪化しちゃうっていうのも聞いたことあるんでなるほど、はい、こんないっすよ、来るかもしんないっすよ、企業案件。ぜひそれはぜひお願いしますじゃあこう塗るやつ、はい、企業案件来るかもしんない。塗るやつじゃん、塗るやつ、生やすやつが。そうそう、生やす、贅沢はいいね。多分それやっても髪のポーズには効かないんじゃないかな、ね、うん、あ、どんどん食べてください。ありがとうございます。みんな食べるとこみたい。そうなんですか。いや、殺到するんじゃないですかね。いやでも殺到、スーパーチャットも結構いただきまして、うん、チャットになっちゃった。殺到するんじゃないかが、チャットになっちゃった。響きで惑わされちゃう。何に殺到した。いや、家庭教師みたいにやりますって言ったら、あ、ぜひ。と来る気がしますけどね。僕でよければお力にならせてください。これだって、これだってね、すごい宣伝になったわけですけど、これだけで言えばもう、もっと、はい。ちょうどタイミング的には、じゃあ明日ね、これじゃない方の動画見てるのは良かったかもしれないですね。そうですね。ぜひぜひ。家庭教師。で、何を教える。あ、得意科目。日本ナンパですよね、ナンパ。ナンパ得意科目じゃない、苦手科目。好きだけだけで。よくそういう教科もありますよね、数学とか、うん、僕も数学別に嫌いじゃなかったけど苦手でしたし、うん、そういうわけですね、ナンパは僕にとって、うん、
この食べっぷりでもみんながまたもうチャンネル登録ですよ、もうこれで寝癖なくて申し訳ない。絶対応援してくれると思いますから。いや本当にありがたいです。だってもう、はい、A 判定取っただけでもクルクルだったじゃないですか、もう。もう見て取れるようなもん。ちょっと本当クルクル世間って怖いなって思います。あんなに叩いてた人たちもね、もう A 判定取ったらもうだんまりですよ。じゃ次は何判定なのかによって僕の運命案がまたクルクル分かりますか。クルクルですよ、ま、これでまた下がろうもんなら D とかでたらもうクルクルですよ。そういうプレッシャーと頑張って打ち勝っていきたいと思います。世間はそういうもんですからね、本当に。いや本当にやっぱりみんなその映るところ映像を重視しますもんね。なんだかんだでなんか結果が全て的なところはあるんですよね。でも僕としてはすごいやりやすいですね、その結果を。あの勉強で結果を出したら再生数にもつながるっていうことが分かったの で、ね、なんか特殊ですけど、うん、まあ、やっぱり受験する身にしたらいいです。そこはね、お笑いとは全然違うところですからね。そうですね、お笑いはなかなか結果出しても売れないですからね、うん、険しい、めちゃめちゃ険しい。だって東大募集受けて A 判定を出すってもう YouTuber の中でもう本当にいないわけじゃないですか。もうめちゃめちゃ限られた人しかいないから、めちゃめちゃブルーオーシャンですもん、ここになったら。そうですね、お笑いで結果を残すなんてもうどんなレッドオーシャンだって、もう飽和状態ですね。確かに東大募集 A 判定さっきに載ってたその当身の東大武士のその A 判定のあの人数しかいなくて、その中で YouTube やってる人なんて言ったらもうめちゃめちゃ限られるわけですから。ようやくその場所に年数が変わりましたけど、今後もさらに継続して料理の腕も上げていきたいと。お、料理のお店ももしかしたらね、はい、店出すかもしれないじゃないですか。東大、現役東大生、現役東大生が作る魅惑のチャーハン。チャーハンは判定はチャーハンは水分がある方がいい。あ、それしっとりした方がいいみたいなことですか。しっとり系じゃないですか、これは。そうですね、ちょっとあんま時間なかったんで、多分小松菜の水分が飛んでないろいろ人によってあると思うんで、こういうのみたいな。チャーハンは奥が深そうです。じゃあ、はい、まあ、東大当然行く、料理の腕上げる、筋トレ見せる、はい、そうね、YouTube も頑張らなきゃいけないですね。YouTube、4本の柱が。家庭教師やって5本の柱。5本の柱を一気に、5本の柱って言いながら矢の上に出してました。僕の矢だったです。すいません、ありがとうございます、はい、いつも森田先生気にかけていただいて、はい、本当に家まで押しかけていただいてありがとうございます。押しかけて、押しかけて、言葉なし家までこういうところ来ていただきましてね、はい、外れたところに来たんですけど、来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます、はい、とんでもないです。当たりですよ。当たり、外れのとこって言ったから。すいません。いや、外れの反対、はい、当たり、当たり、あ、外れのとこまで来ていただいたんでって言ったんで。あ、なるほどなるほど。切れ味が鋭くて僕本当にもう世間から取り残されてますよ、本当に。いや、まあこれきっと応援してくれる人また増えたと思いますので、はい、ありがとうございます。そのチャンネルも見てみてください。お願いします、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。多分あの動画中はずっとここアップでそんな何か嫌がらせみたいな。もうそれこそ登録者減りますよ。